こんにちは、市役所です。今回は高齢者の通いの場応援事業について長寿福祉課の浜野悟さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず高齢者の通いの場とはどういったものなのか教えてください。はい、高齢者の通いの場とは高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気に過ごすことができるように住民の皆さんが主体となって行う活動の場や居場所のことです。はい、週に1回程度住民同士で集まって体操や趣味の活動、お話をすることが介護予防にも効果があることが分かっていて、東近江市でも通いの場を推進するために様々な事業を行っています。うん、楽しみながら過ごして介護予防になる活動なんですね。では高齢者通いの場を応援する事業にはどういったものがあるんでしょうか。はい、今回は高齢者活動補助金と体力測定会の2つの事業について紹介をさせていただきます。お願いします。まずは高齢者活動補助金について説明をします。補助の対象となる団体は楽しみながら地域社会に貢献できる活動を始めたいと考えている高齢者の皆さんで作られた団体です。はい、補助の対象となる事業は月4回以上または年間40回以上活動する通いの場としての活動があり、なおかつ今から新しく取り組もうとしている事業になります。補助の対象となる経費は消耗品、原材料、備品の購入費や会場の使用料などです。補助金額は1事業年額5万円を限度とし、補助対象経費の半額の交付を受けることができます。申請初年度のみ年額5万円を限度とし、補助対象経費の全額の交付を受けることができます。この補助金は初回の申請から3年まで続けて交付を受けることができます。なるほど。では具体的にどんな活動をされている団体が補助金の申請をされているんでしょうか。令和3年度は17団体21事業が申請をされています。はい、主な申請事業は体操やダンスなどの運動教室、お茶や手芸などの文化系教室、グラウンドゴルフ、独居高齢者の見守り活動やカフェなど様々あります。うん、本当に幅広いですね。こういった活動を始める団体は高齢者活動補助金の対象となる可能性があるということなんですね。わかりました。では高齢者活動補助金の申請をしたい方はどうすればいいんでしょうか。はい、申請をしていただく前に活動内容の聞き取りをさせていただきますので、まずは市役所の長寿福祉課までご相談をよろしくお願いします。はい、詳しい申請の方法につきましてはその時にご説明をさせていただきます。わかりました。コロナ禍でも活動ができるかなと心配をされている方たくさんいらっしゃるかと思いますけれども、まずは、ご相談をいただければと思います。週に一度の楽しみを作るきっかけとしてぜひ活用をしていただきたいですね。では最後に体力測定会についても教えてください。はい、週に1回以上活動しておられる通いの場で体力測定を実施しています。はい、4ヶ月に1回、年間3回の測定会を通じて健康年齢の向上を目指していただきます。当日は理学療法士などの専門家が参加者の皆さんの体力測定を行い、現在の体力年齢がいくつなのか、歩き方に歪みがないかなどを分析し、皆さんそれぞれに必要な運動が何なのかをアドバイスさせていただきます。週1回の活動が皆さんの体力維持に役立っているのかを確認することができるいい機会ですね。はい、また当日は筋肉量や体脂肪率を測定できるインボディ測定も合わせて行いますので、興味のある団体は気軽に長寿福祉課までお問い合わせください。わかりました。今回は高齢者の通いの場応援事業について長寿福祉課の浜野さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。